線の87式偵察警戒車および右両線の軽装甲機動車が敵装甲車と敵歩兵に対し不意吸収射撃を行います。射撃部隊撃ち方やめ、潜入部隊前へ。襲撃部隊の射撃によって生じた敵の混乱に乗じて潜入部隊は一挙に敵の警戒線を突破します。潜入部隊が前進経路沿いの残敵に対し射撃を行います。前方残敵、低速攻撃者射撃支援するため74式戦車部隊および対戦車部隊が射撃陣地を占領します。74式戦車が射撃します。92式地雷原処理車が処理用ロケット弾の投射準備を開始しました。ランチャーを上昇させ投射体制に入りました。処理用ロケット弾を投射し、投射した爆薬ブロックの爆発で地雷を爆破処理することにより中隊長、こちら施設長隊長、投射成功。前進支援射撃のもと、90式戦車2小隊が畑岡に攻撃前進します。突撃部隊の突入に引き続き空地一体となり戦果拡張を図ります。